こんにちは、ボイストレーナーちひろチャンネルのちひろです。南莉子です。はい、ということで、今日も素敵なゲストにお越しいただいております。栃木テレビでキャスターをされているまやさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日はね、栃木からはるばる来ていただいたということで、ね、どうかったですか？いや、ちょっと初めて、はい、の場所に今来てるので、そうですよね。ちょっとGoogle先生に助けてもらいながらここか、こっちか、ここだなみたいな感じでドキドキしながら来ました。ご足労ありがとうございます。はい、ということでちょっとね、いっぱいね、聞いてみたいと。何でもいいですか？何でもウェルカムです。まあ、僕のあのチャンネルはボイストレーニングのチャンネルなので、まやさんもね、ボイストレーナーやってらっしゃいますよね。栃木でいらっしゃるということで、ちょっといろいろ話聞いていきたいと思うんですけども、普段は今はボイストレーナーだけですか？いや、キャスターさんとボイストレーナーさんだけですか？ちょこちょこいろんなことやってまして、キャスターとボイストレーナーの他に、宇都宮市の隣に真岡市っていうところがあるんですけど、はい、そこでの市民ミュージカルから誕生した、真岡ミュージカルっていうグループで脚本と演出と歌唱指導やらせていただいております。お、すごいですね。脚本もですか？はい、全部私が脚本、なんて言いましたっけ？演出歌唱指導。歌唱指導、すげえ。この力入れていくんじゃない。全部やってますね。じゃあ振り付けだけやってないですね。あー、ダンスだけ。ダンス、はい、ダンスできる？いや、もう一回やったんですけど、才能がなかったですね。あ、本当？でもダンサーみたいな格好してるんだけど、はい、見た目だけです。違うな。ジャストルッキングです。ジャストルッキング。はい、ということで、あ、じゃあその振り付け以外はじゃあ全部やってます。そうですね、ほとんどやらせていただいてます。そう、かなり時間かかりませんか？全部なんか今、おかしかったけど、ませんか？時間かかりません？なんかそれ全部やるって大変ですよね。1個の大きい作品をやるのは年に1回なんですけど、それはまあ約半年かけて、ただ間にちょこちょこのお祭りとか、イベントにこう、まあ、メンバーを出したりしてるので、はい、なので結構いつやっていつなんか作り上げてるのかが、正直こう、ここからここまでですっていうくくりが分かんないぐらい、毎週何かしかやってるなみたいな。あ、そうなんです、ね。じゃあ1つの公演が終わったらまた次の公演に向けて、またそうなんです、一から作る感じ。そうです、そうです。すごい。これから私、脚本書かなきゃならないんで、ちょうどいいですね。はい、頑張ります。逃げられない。もう動画で宣言したらもう逃げられない。はい、逃げられない。はい、ということで頑張ってください。頑張ります。あ、でもその俺は、じゃあもう栃木の中で、こう基本的にこう、活動されてらっしゃるっていう感じ。やらせていただいております。ボイストレーナーとしての活動もされてらっしゃると思うんですけど、はい、結構やっぱりミュージカルがメインなんでしょうか？元はですね、その真岡ミュージカルの生徒とかをメインに個人レッスンをしてたんですけど、うん、はい、ちょっと機会がありまして、うん、宇都宮駅すぐのところにボーカルスクールさんがあって、はいはいはい、そこで講師を今募集してるんだけど、やってくれないかって声をかけていただいて、今年2019年3月より講師デビューいたしまして。あ、そうなんですね。最近です。今まではまあ子供とかをメインで見てたんですけど、はい、圧倒的に会社員とか、まあ、大人の方が多いで、歌う曲も、まあ、今までミュージカル系とかだったのが一気にこうポップス系に変わりまして。 あ、そうなんですね。なるほど。じゃあもう習いたいっていう方はじゃあ結構多いですね。意外に多いですね。これカラオケの点数を上げたいとか。あ、最近でも多いですね。なんかそれはこうテレビの影響が強いんですかね。カラオケバトルなんか、ね、どうか、ね、なんか90点目指したいんですとか。あ、そうそう、いらっしゃる。いらっしゃいますね。たまらかにね。あと飲み会とかでカラオケにどうしてもこう流れた時に、うん、苦手なんですけど、何か一曲、うん、持ち曲を作りたいっていう方とか、本当、うんうん、いろんな方がいらっしゃって、うん、やっぱその指導のする内容としては、そのミュージカルとポップスとなんか違う。たりします。まあ、基礎は一緒だと思うんですけど、うん、なんか違う点とかって何かあったりするんですかね。私も始まるまではなんか変わるのかなとか思ってたんですけど、うん、始まってみたら結局一緒だなっていう。あ、ただの大人の生徒さんたちなので、はい、子供と同じ感じ の力加減で言ったら、はい、それやんのみたいな、やりますよ、結局やらせるんですけども、あ、よっからかいつ、ね、今日もやんのねみたいな、あ、疲れたって言いながら帰るトレーニングですからトレーニングなんて
面白い生徒さんがいっぱいいますね。その皆さんちょっとですね、私が引き寄せてるんですかね。カラーが強めの生徒さんがいらっしゃって、はい、まあ、それはそれ楽しく、必ず遅刻するよっていう電話をしてから遅刻をしてくる方とか、あ、先生が教室に入ったのに自分の中のストレッチが終わるまでは先生ポツンと待ってて、終わるまではこう続ける方とか、はい、自由ですね。自由です。でもなんかでも受け入れてくれそうですもん、なんか全てをなんか続いて、はい、キャスターのお仕事についてちょっと伺っていきたいんですけれども、はい、今ワイワイボックスっていう番組ですよね、はい、栃木テレビの番組、毎週火曜日7時、夜7時からやっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでワイワイボックスはどういうような番組なんでしょうか。一応情報バラエティ番組としてやってまして、なんかすごいですね、情報バラエティ番組です、はい、メインは発表会とか、うんうん、学校の合唱コンクールとか、はい、大きなイベントの撮影をして、はい、例えば合唱コンクールの優勝したクラスの、うん、例えば指揮者とか伴奏者の方にスタジオに来ていただいて、うん、映像を見ながら、うん、なんか練習で一番大変だったことは何ですかとか、うん、そういうことを聞き出したり、でも間にグルメコーナーなどあったりしまして、ザックバランですね。ザックバランですね。面白そう。はい、でなぜかその時私ともう一人のイオナちゃんというキャスターがいるんですけども、はい、二人はなぜか中世貴族のような格好をして中華を食べてみたりケーキを食べてみたりしております。はい、ああ、そうなんですね。なぜかそのコーナーだけは貴族なんです、はい、なんかじゃあいろんなことやるんですね。なんかそうですね、食べ物だったりとか、うん、あと歌だったりとか、はい、それは栃木の、うん、中のその歌唱、そうです、そういう感じなんですね。県内、うん、じゃあもういろんなとこ行くんですか、ロケで。ロケで行ってきて、私たちも基本スタジオで撮影なので、うん、はいはい、ロケしてきてゲストさんに来ていただいて撮るという形で、っていう感じ、うん、私たちがこう行くことはほとんどないです、ね、あ、そうなんですね、うんうん、それはなんかもう履歴でなんかこうネットで見れたりするんですか。グルメコーナーは YouTube にアップされてるんですよ。グルメコーナー、そうです、グルメコーナーが、なんかそれは作り方とかも、いや、もうお店で例えば提供している一番の看板メニューを持ってきていただいて、この商品はどういう感じでとか話をお聞きしながら実際食べるという。へえ、じゃあこれから栃木に行きたいっていう人、行く人にはね、いいかもしれないですね。いいですよね。結構隠れた名店が、こんな美味しいパン屋さんここにあったんだみたいな感じだったり、それは素晴らしい、いいこと言ってください。いやいや、本当になんか栃木ね行く人結構多いと思いますから、うんうん、行った際にはなんかその事前勉強じゃないですか、はい、チェックしてからなんか、あ、じゃあここ行ってみようみたいな、ねね、組み込んでいただければ、はい、あ、栃木といえばですね、はい、実は今日ちょっと、はい、お土産を、あ、マジですか、持ってきました。お、ありがとうございます。栃木お土産、はい、メーカーですよ。メーカーですか。日光の甚五郎せんべいと言いました。甚五郎せんべい、あ、美味しそうですね。これ何味なんだろう。軽い塩味ですかね。軽い塩味、軽い塩味、うん、サクサクとした、じゃあちょっとせっかくなんで、あ、いいですか、食べましょう。おお、さあ、いざ。こういう時に限ってせんべいは好きですか。好きです。お、日光国立公園国立公園メーカー、メーカーすごい。一度食べると絶対美味しい。あ、四角いですね、これ四角い。そうなんですよ、丸じゃないんです。じゃあ、本当だ、サクサク軽い感じが、もう一回、あ、軽い、うんうん、さっぱりしてる、すっごいさっぱりしてる。あ、これ、ただ東京にはあんまり売ってない感じのせんべいですね、これ。これお茶飲みたくなりますね。お茶飲みたくなります、うんうんうん、この軽さがなんかたまらないですね。軽、すごい軽いですね、うん、なんかしつこくない、そうそうそう、すごいさっぱりした塩味、ぜひ皆さんも栃木に来た時にはお土産に、うん、これ嫌いな人いないんじゃないですかね、うんうん、なんかバターっぽい感じもしますね。やっぱりしますよね、これね、うん、やっぱり美味しい、甚五郎せんべい。これ、甚五郎せんべいの URL 勝手に載せたら怒られますかね一応貢献したいなって、ちょっとね、なんかせっかくだからでは食べてる時に、食べながらで結構なんですけど、うんうんうん、はい、
ということで一応ここで動画1本終わらせたいと思いますのでいいですよ食べながらで、はい、ということで今日は本当に楽しい時間をありがとうございました。まやさん の, あのホームページ SNS のリンクは概要欄に貼っておきますのでぜひチェックしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、そこでレッスンの、ね、お問い合わせとか、うん、ぜひぜひ、あとはそのワイワイボックスのですね、はい、YouTube もちょっとあるんですよね。ちょっとあります。じゃあそれもちょっと載せておきますのでぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。